どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、しぶちん赤まんじゅうよ。京都、大阪の方言で、ケチン坊って意味の言葉じゃない。こんなに太っ腹で気前のいい赤まんじゅうちゃん、めったにいないわよ。またとんでもないこと言ってきた代わりに、今日も何か怖いことを教えてよね。むむ、いいぜ。じゃあ今回は、意味がわかると怖い昭和、平成の心霊写真45選総集編パート2を紹介するぜ。これは、今でも根強い人気がある動画のテーマよね。ああ、チャンネル創設初期は特に好評だったな。令和になっても、科学では説明がつけられないような心霊写真や恐怖写真というものが話題になったりもするが、そんな恐怖の写真たちについて、過去動画の総集編という形で触れていこうと思うぜ。オカルト、心霊写真などが好きな人にとっては、どんな写真が紹介されるか気になるところね。これはかなり続々できそう。早速だけど、動画をスタートしましょう。ああ、そうしようぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。昭和の怖すぎる心霊写真9000。まず1枚目はこれだ。早速、私の嫌いな白黒の不気味な写真ね。これは、あるご老人のお葬式での、親戚一同の集合写真だそうだ。霊夢は、この写真の恐ろしい部分がどこかわかるか？いえ、全くわからないわ。一番後ろの列の左から三番目の男性に注目してくれ。げ、不気味な手紙隠しして男性の顔を覆ってるわ。そうなんだ、もちろん撮影時にはいなかったものなのは、言うまでもないな。この手の正体は、一体何なの？まず、この形で目隠しするには、男性の真後ろに立って逆さずりの位置にいないとできないんだ。あ、本当だわ。その時点で、この世のものではないことがわかる。そして、鑑定に携わった霊能者曰く、男性に相当な恨みを持っていたものの霊だそうだ。そうでないと、こんなことしないわよね。さらに恐ろしいことに、男性はこの写真を撮った数年後に、突然帰らぬ人となってしまったんだ。え、まさか、なんでなの？全くの健康体だったはずなのに、突然脳卒中で倒れてしまったんだ。かわいそうね。もちろん、脳卒中の原因がこの心霊写真であるとは断定できないが、何か関係があったとしたら、身の毛もよだつ話よね。ああ、どちらにせよ、逆さずりの何かに目隠しをされるなんて、不気味としか言いようのない写真なのは間違いないな。じゃあ、2枚目の写真に行くぞ。車の中で爽やかそうな青年がポーズしてるわね。これは、全く心霊写真に見えないけど。霊夢、左側のフロントガラス部分をよく見てみるんだ。あ、男の人が佇んでいるのが見えるわ。そうなんだ。昔、密かに本物の心霊写真では、と噂された一枚なんだ。この人が現世の人ではないのは確実だと思うけど、一体何者なの？怖さもあるけど、なんというか、寂しげというか悲しそう、そんな風に見えるわ。某心霊ビデオでの解説によると、これは戦時中の小学高学年の少年らしい。だから、服装も昔っぽいのね。そうみたいだ。しかも、よく見ると背景には焼け野原になった街も映っているとか。そうなのね、悲しそうに感じた理由がわかる気がするわ。もしかしたら、この少年は自分がすでにこの世にいないことに気づかず、ずっとこの場に留まっているのかもしれないな。そうだとしたら切なすぎるわね。今ではしっかりと成仏してくれていると嬉しいわね。よし、じゃあ3枚目の写真に行くぞ。赤いドレスを着た、綺麗な女性ね。そうだな。だけど、後ろの窓の隙間を見てほしいんだぜ。え？なんか、人影みたいなのが見えるんですけど。そうなんだ。これが幽霊なのか何なのか、議論を呼んだ一枚だ。ここは女性が当時住んでいた場所で、アパートの上階の方だった。窓の向こうは物干しロープがあるだけの、ベランダはない場所だったそうだ。それって、生身の人間はこんな場所にいられないってことよね？その通りだ。その当時、部屋の中では不思議なことが何度も起こっていて、猫の霊が映る心霊写真も撮れたことがあったそうだよ。いわくつきの場所だったのね。後から知ったそうだが、やっぱりここは事故物件だったらしい。昭和とはいえ、2LDK で駅徒歩1分の高立地なのに、家賃はたった5万円だったとか。それは完全にアウトな物件ね。そして、やっぱりこの霊のようなものがどんな存在なのか気になるな。私的には、そこまで危険な存在ではない気がするけど、もし霊感のある人がいたら、この写真について感じたことをコメントしてほしいわ。次はテレビでも紹介された、不気味な一枚だ。あら、アンビリバボーね。って、かなり怖い写真なんだけど、ある自殺の名所と呼ばれる崖での一枚なんだが、水しぶきの部分が、なぜか白装束を身につけた女性に見えるんだ。本当だわ。本当に気味の悪い写真なんだが、この写真についてはあまり情報がなかったんだ。個人的には、ここで命を絶った女性の断末魔の思いが形になったのでは、と思っているぜ。
もしこの写真の放送回をリアタイで見ていた人がいたら、どんな写真だったのか教えてほしいわね。これで5枚目だな。あら、お誕生日会での1枚かしら？とても心霊写真とは思えない、良い写真じゃないの。そう言っていられるのも今のうちなんだぜ。左端の少年の影に、何か違和感を感じないか？これはやばいわね。影から不気味な目が覗いていて、こっちを見つめてるわ。正解だ。楽しい誕生日会の日の写真を現像して、家族は絶望したそうだ。そうなるわよね。てか、この目の正体が気になるんだけど。専門家が言うには、これはこの家に住み着いている女性の霊らしい。霊に住み着かれてるとか、恐ろしすぎ。けど、悪さを働くような存在ではないらしいんだ。大勢で楽しそうにする姿が気になって、現れてしまった状態なんだとさ。お誕生日会が羨ましかったのかしら。そして家主曰く、この家では頻繁に何者かの気配を感じることがあったみたいだ。この写真から数十年経った今でも、里帰りでこの家に行くたび、何かの気配をいつも感じるらしいぜ。未だに成仏してないのね、よっぽど居心地のいい家なのかもね。次の写真に行くぜ。これまた古めかしい写真ね。で、すぐにこの写真のヤバい箇所に気がついちゃったわ。後ろの端の部分、に人が立ってるわ。正解だぜ。これは、数十年前の京王相模原線の沿線沿いで撮られたそうだ。本当に何気ない仲間たちとの写真だったんだ。けど、現像された写真を見て唖然としたそうだぜ。出来上がった写真にこんなはっきりと人影が写っていたらショックよね。これって、本当の人間なのか、それとも霊なのかどちらなの？人ではないという説が濃厚なようだな。実は、人型が立っている場所は電車用の鉄橋で、そもそも人が立てるような場所じゃないそうだ。それにもし、実在する人間だったら身投げするためにいるってことよね？そうなるな。今まさに飛び降りようとしている人なのか、過去にそうした人の思念みたいなものなのか。どちらにしても、不可解な一枚には変わりないわね。それか、標識や鉄橋用の機械が錯覚で人型に見えただけなのか。みんなはどう思った？昔の鉄道事情に詳しい人、ぜひ考察やコメントしてほしいわ。次で7枚目の写真だな。何これ？怖すぎる人形が並んでいるんだけど。これは、心霊写真とは少し違うんだが、1972年、昭和47年、に大阪市南区にあった千日デパートで火災が起きたんだ。深夜に起きたにもかかわらず、118名の犠牲者が出てしまった。日本のビル火災事故史上最大の大惨事となってしまった。痛ましい出来事ね。そして、この人形はその時に焼けてしまったマネキンたちなんだ。そうだったのね。なんだか、人形たちが悲しそうな表情をしてるように見えるのは、気のせいかしら。私もそう思うぜ。余談だが、デパートのあった場所には現在でも霊が出没するという噂があるんだ。聞いたことあるかも。霊感のある人は、あまり気持ちよく前を通れないらしいわね。そうらしいな。心霊写真ではないが、マネキンたちの姿があまりにも寂しそうだったこと。こういった出来事を忘れてはいけないという意味も込めて紹介させてもらったぜ。次が最後から2番目の写真だな。また古い画像ね。やっぱり苦手よこういう写真。まあそう言うなって。これは、かなり不気味なエピソードのある写真なんだ。聞きたくないわ。左の方にいる、父親の顔に男性の顔が重なっているという写真なんだが、祖父のアルバムを見返していた時に初めて、この写真が心霊写真であると気づいたそうだ。気づくの遅すぎ。そして、そこから恐ろしい現象が起き始めるんだ。心霊写真だと気づいたその日から、重なる顔が日に日にはっきり見えるようになってきたらしい。怖すぎる。その様相はまるで、霊が自分の存在を気づかせるように主張しているようだったという。そしてもう一つ恐ろしいことが起きるんだ。男の霊について家族に聞いても、この男の正体が全く見当がつかないそうだ。ここまではっきり映っていたら、誰だかわかりそうなものだけどね。心当たりがなくたたられているかもしれないっていうのも、恐ろしい話ね。それに、日に日に男の顔が濃くなっているというのも気になるな。みんながもし同じような現象が起きる写真を持っていたら、直ちにお祓いに行ってね。それじゃあ、最後の写真だぜ。素敵なお嬢さんの写真ね。引っ越し祝いにでも撮った写真なのかしら？とてもいい雰囲気の写真だよな。後ろにいるありえない存在に気づくまでは。どこにそんな存在がいるの？実は、左側の住宅の壁面に不気味な女性の顔が映っているんだぜ。本当だわ。でも、なんだか悲しそうな表情をしている気もするわ。これも、この地にいる浮遊霊とか自爆霊みたいな存在なのかしら？実は、この写真については情報があまりないんだ。この女性の影がどんな存在なのかも不明なんだ。一方で、ネットでは合成を疑う声もある。防細胞はあります、の人の顔を貼り付けただけ、という指摘もあるほどだぜ。そう言われたら、そうも見えるわね。けれど、
調べた限りでは少なくとも2007年時点ではネット上にこの画像は存在しているんだ。あの細胞事件は2014年に起きたことだから、それよりは古いのね。結局のところ、この写真が合成なのか、本物の心霊写真なのかは今でもわからずじまいだ。私的にはものすごく不気味な一枚だったから、紹介させてもらったぜ。視聴者のみんなはこの写真についてどう思う？加工か本物か、ぜひコメントで意見を教えてほしいの。昭和の怖すぎる心霊写真9000、パート2。一枚目はこれだ。これまた古めかしい写真ね。けど、全然心霊写真って感じがしないけど。右上のカーテンの部分を見てみるんだぜ。で、腕が何本も浮き出てるわ。これ、かなりヤバそうな存在に感じるんだけど。正解だ。この写真がどんな状況で撮られたかとともに、この腕の正体を考察するぜ。これは、あるおばあさんが若い頃の写真なんだ。旅行の昼食中に、この写真が撮れてしまったらしい。写真の腕のすぐ近くにいた男性は、旅行後に交通事故に遭ってしまい、下半身不随になってしまったらしいんだ。それはかわいそうに。で、この不気味な腕の正体って？休憩した建物の隅に祠のようなものがあって、それと関係しているようなんだ。しかし、それ以上のことはわかっていないんだ。3、4本も腕が出ていて、恨みとか怒りとか、そんな感情を抱いていそうね。そうだな。みんなも、旅先で正体不明のものが写真に写ってしまった時は注意してくれ。2枚目の写真に行くぜ。これは学生さんの遠足写真かしら？楽しそうね。そうだな。ただ、一人だけ楽しくなさそうな存在が写ってしまっているんだぜ。あ、本当だ。二人の間にヤバいものが写っちゃってるわね。まるで怒りに満ちているような表情をしているこれは、この土地の自爆霊では、と言われているそうだ。恐ろしいわね。けど、後ろにいた子がたまたま写ってしまっただけ、かもよ。背景との縮尺的にそれはないだろう、という見方が濃厚みたいなんだ。じゃあ、幽霊である可能性もあるのね。そのようだな。私も霊とは断定できない派だが、この写真が、なんとなく嫌な感じがする、のは間違いないんだぜ。それは私も思ったわ。みんなは、これは本物の霊だと思う？ぜひコメントで意見を教えてほしいわ。次の写真を見てみよう。あ、これって結構有名な写真よね？そうだな、長いこと本物の心霊写真、と言われ続けている写真だぜ。右後ろの帽子の人が幽霊ってこと？そうだぜ。私には、普通のおばさんに見えるんだけど、そこが肝なんだ。普通のおばさんだったら、この高さに顔の位置があるはずがないそうだ。確かに、かなり背高のっぽ見たくなっちゃうわね。さらに、この写真には加工の形跡が全くないんだ。嘘の写真なら、何らかの痕跡が残るっていうもんね。ああ、こんな理由から、ガチの霊が写った写真と言われているんだ。確かに全体的に、すごく不気味な雰囲気がするのよね。そうなんだ。霊夢と同じように、この写真を不気味だと感じる人が大勢いるんだ。なぜだかわからないが恐ろしい写真、という感じなのかもな。みんなは、この写真は本物の心霊写真だと思う？ぜひ考察なんか教えてね。お次の写真に行くぜ。先生たちの集合写真って感じね。一見すると、心霊っぽいところはなさそうだけど。真ん中に映る女性の後ろに注目してみてくれ。げげ、男の人の影みたいなのが映ってるわね。ああ。けどこの時、実は女性だけしか写真には映っていなかったそうなんだ。もちろんだが、女性たちの背後に人はいなかったらしい。何気ない一枚だけど、すごくゾッとしたわ。この位置に男性がいたら、さすがに体も映るはずだもんね。そうだな。これも心霊写真の可能性が高いと言われているぜ。この人影の正体は判明しているの？いや、情報が少なくてあまりわからないんだ。ただ、学校っていろいろな歴史がある場所だし、何が映ってもおかしくはない場所だからな。あまり悪影響のない存在だといいわね。次で5枚目の写真だな。白黒の写真出たわね。それだけで不気味。これは、男性の首筋に変なものが映っちゃってるわよね。話を振られる前に、すごいな霊夢。まあね。って、人の目玉が浮き出てるじゃない。不気味すぎ。これは一体どんな写真なの？これまた旅行先で撮られた写真だろうな。それ以外の情報は不明なんだが、実は、二人分の目や顔、が浮き出ているんだぜ。本当だ、怖すぎる。二つの顔や目が首筋に浮き出るって、一体どういう意味の心霊写真なんだろうな？守護霊が少し先の危機を警告しているパターンもあるし、悪い霊が取り付いているパターンもあるわよね。私としては、この写真はどっちとも撮れずなんだよな。視聴者さんは、この写真にはどんな感情を抱くかしら？これも詳しい人やみんなの意見を聞かせてほしいんだぜ。どんどん行くぞ、次の写真だぜ。またもや、かなり古い写真ね。演劇部か劇団、とかの写真かしら？この写真については、ほぼほぼ情報がないんだ。
だが、ものすごく不気味だったのでチョイスしたぜ。真ん中の木の幹の部分から、半透明の腕が生えているんだ。本当だわ、気持ち悪いわ。一説では、手の伸びている先の人物に恨みがあるのでは、なんて言われているぜ。そう言われると、そう見えてくるわね。この写真も情報こそないものの、加工派と本物派で意見が分かれているんだよな。視聴者のみんなはどう思うかぜひ教えてほしいわね。それでは、次の写真だ。今度はもっと古い写真が出てきたわね。で、右側のおじいちゃんが、透けちゃってるわ。そうなんだ。これは、その場にいないものが写ってしまったのではなく、座っていたおじいちゃんの体が透けて写ってしまったそうだ。なんで片方の人だけ？かなり怖いんだけど。でもこれって、古いカメラだからたまたまこんな風に写ってしまっただけなんじゃ？そういった場合もあるし、別のケースもあるらしいぜ。体力や精神力が弱っている人なんかが、こんな風に写りが薄くなったりすることもあるらしいんだ。確かに、そう言われると、体の一部がなぜか写らなかったりする写真もあるわね。そうなんだ。このおじいさんは、この時すでに最後の時が近かったのかも。そうだとすると、切ないわね。一つ言えるのは、不気味だけど悪い霊の仕業ではないってことね。最後から二番目の写真だが、かなり強烈だぜ。何この写真、不気味すぎるわよ。これはもしかしたら平成以降の写真かもしれないが、ギリ昭和かもとも考えてラインナップに入れたぜ。そんなことより、これはどういう状況で撮られた写真なの？ある旅行先での一枚で、旅館のロビーには能面が飾られていたそうだ。で、なぜかその能面とそっくりな顔が浮き出たこの写真が撮れてしまったらしい。それ、やばすぎる話ね。そして、被写体の人物はこの晩に金縛りに遭い、人影に枕元に立たれるという体験をしてしまったんだ。完全に立たられちゃってるわね。何より恐ろしいのは、今現在もその旅館は存在していて営業中なことなんだぜ。いやー、立たられる、終わった。お、落ち着け霊夢。その旅館に行かなければいいだけの話だぜ。こいつって、能面に宿っている霊か何かなのかしら？正体がわからないところが、より一層怖さを増すわね。ああ、そうだな。みんなも、もし旅先で能面や不気味なお面を見かけたら注意してね。これが最後の写真だな。あら、パッと見いい写真ね。昭和の子供たちの写真って、なんかほっこりするのよね。同感だぜ。けど、この写真の一部分だけは例外だけどな。そういえば、この写真のどこが心霊写真なの？中央の白い服の女の子に注目してくれ。何か見えないか？げげ。白いもやみたいなのが見えるけど。そうなんだ。白い女性の顔が、子供たちや食べ物に興味を示しているように見えないか？本当だわ。見れば見るほどに表情がわかって、ものすごく怖いわ。これはある映画館での一枚らしいんだ。そしてこのもやの正体は、上で亡くなったものの自爆霊と言われているぜ。それで、食べ物に興味がいっているのね。でも、なんで映画館で飢えた女の霊が出るの？戦時中、ここは病院だったらしいんだ。入院中だったが、食事を満足に取れない状態で亡くなった人が霊化してしまったらしい。それはちょっと悲しいわね。だから、楽しげな子供や食事中の人の元にこの霊は寄ってしまうのかもしれない。私的には、この写真は本物の心霊写真かもって思ったわ。これも視聴者のみんながどう思うか、ぜひコメントしてほしいな。平成以降に撮れてしまった最強心霊写真9000、パート2。1枚目の写真は、これだ。可愛い子が記念撮影してるわね。携帯カメラで撮ったような雰囲気ね。そうだな。これはとある湖での1枚だ。この写真の恐怖ポイントがどこだかわかるか？あ、女性の後ろに、変なもやみたいなのが映ってるわね。正解だ。この影ははっきり見てみると、女性の横顔なんだぜ。うわ、これは恐ろしいわね。これは、女性の霊が映ってしまってるってことよね？そうかもしれないな。けど、気になるのはその正体なんだぜ。ここで命を落としてしまった女性の霊とか？実は、これは彼女自身の生き霊じゃないかと言われているんだ。本人の生き霊が、本人にどういうこと？専門家によると、10代、20代の女性に稀に起こる現象らしいんだ。思春期独特の不安な気持ちが、自分自身に生き霊をつけてしまうのかもしれない。ちょっと何言ってるのかわからないけど、彼女に危険が及んでいるような写真じゃないなら安心だわ。次の写真に行こうか。次は、ちゃんと危険な心霊写真だぜ。河原でキャンプしてるのかしら？犬が飼い主の服を引っ張ってるけど、なんで？飼い主に危険が迫っているのに気づいて、知らせようとしているのかもしれないな。あ、ほんとだわ。後ろに、ものすごく不気味な女性の影が映ってる。この影の正体は、何なの？ひとまず、本来この世にいるべきではない存在、と言われているみたいだな。河原や水辺ってのは、霊的なものが集まりやすい場所だしな。
犬が警戒しているようだし、もしかしたらものすごく危ないものなのかもね。そうだな。表情は読み取れないが、なんとなく負の情念を抱いているようにも見えるな。その後、この女性やワンちゃんは無事だったのかしら？それが、後日談的な情報は一切不明なんだぜ。それは心配ね。みんなは、この写真の影は霊だと思いますか？写真の情報を知っている人を含めて、ぜひコメント欄に意見を書き込んでほしいの。次は、この一枚だぜ。2000年代初期頃の写真ね。霊夢は、この写真のおかしな部分はすぐわかるよな。女性の頭の後ろに男性の頭が映ってるわ。正解だ。顔だけが浮かび上がっていて、不気味な一枚よね。これは、どこかの高速道路の端で撮影された写真だそうだ。この男性の正体はわかっているの？なんでも、この橋から飛び降りた人物の霊じゃないかと言われているぜ。そう言われると、苦しそうな表情を浮かべているように見えるわね。霊能者曰く、非常に危険な霊体だそうだ。結構昔の写真だろうけど、この女性が今でも無事だといいわね。どんどん行くぞ、次の写真だ。遠足中のバスの中って感じね。おそらく、そんな状況の何気ない一枚だろうな。もしかして、この心霊写真に写る霊っていうのは、左のランドセルを背負った女の子かしら？その通りだぜ。この女の子は、おそらくこの世にいるはずのない存在なんだ。なぜなら、この時バスは高速道路を走行中だったからな。ゾッとしたわ。確かに、高速道路を子供が歩けるわけないし霊の可能性が高そうね。でも、なんでこの写真に写り込んだのかしら？この子は事故により命を落としてしまったそうだ。遠足中の様子が羨ましくて写り込んでしまったのではと言われているよ。そう思うと、ちょっと悲しいわね。そうだな。怖いと同時に、少し切ない心霊写真と言えるな。5枚目の写真に行くぞ。これは、どういう状況の写真かしら？知人の運営するリサイクルショップに行き、休憩室で談笑している時の一枚だそうだ。そうか、けど全然心霊写真って感じがしないけど。男性の後ろの窓をよく見てみるんだ。顔みたいなのがぼんやり映ってるわ。女性のように見えるけど、正体は判明しているの？ああ。結論から言うと、霊でほぼ間違いないそうだ。店主曰く、遺品整理の品を買い取りしてからこの女性は現れるようになったそうだ。冷え店もそれはビンゴよね。撮影者は、休憩室で何か違和感を感じたので写真撮影したところ、この影が撮れてしまったそうだ。この人影は、私的にはちょっと嫌な感じがする。私も同感だぜ。遺品を受け取ったりする場合は、念のためお払いをしておいた方がいいらしいぜ。みんなも何かしら遺品に関わったら、お払いに行ってね。よし、次の写真に行くぞ。これは何かのお祭りの写真かしら？東北六根祭という東北六県が合同で開催していた夏祭りだな。2011年から2016年の間で計6回のみ開催されたレアなお祭りなんだぜ。そのレアな祭りの新聞に掲載された写真って感じね。けど、全く心霊写真って感じがしないけど。これは少しわかりづらいんだが、写真の上部に不穏な人影が映っているんだ。本当ね、建物の屋上に人が佇んでいるじゃない。これは、幽霊なのか生身の人間なのか、軽く議論になった一枚なんだ。どちらなのかしら、幽霊だとしたら鮮明に映りすぎよね。そうだな。私的には、これは生身の人間なんじゃないかと思うぜ。だけど、心霊写真っぽさもあり、何より公式の新聞に掲載された不思議な写真ということで紹介してみたぜ。生きてる人だとしても、お祭り中にあんな場所に棒立ちしてるなんて、どっちにしても、異様な光景なことに変わりはないわよね。そうだな。なぜあんな場所に人が立つ必要があったのか、詳しい事情を知っている人がいたら、ぜひコメントで教えてほしいんだぜ。これで7枚目の写真だな。旅行先での記念写真かしら？って、話を振られる前に、窓ガラスに映る影に目が行っちゃったわ。これは本当に恐ろしい写真だよな。写真に写っている人たちとは、明らかに姿が違う大勢の人影が写っているん。これだけたくさん写ってしまうと、さすがに気持ち悪いわね。この人たちは、幽霊なのかしら？何とも言えないが、その可能性も高そうだな。まるで古い時代の人のような、着物をまとっているようにも見えるだろ？あ、本当だわ。もしかすると、この旅館に昔から居座る自爆霊のような存在なのかもしれない。幸いなのは、あまり悪い存在には感じない点だな。確かに。これだけ大勢の霊がいて悪い感じがしない心霊写真は、ある意味貴重かもね。最後から2番目の写真だぜ。これは、おそらくスマホで撮った写真よね。けど、どの箇所に幽霊がいるか、全然わからないんだけど。黄色の丸部分をよく見てみてくれ。目を見開いてこっちを睨みつける、女性の顔が見えてこないか？やばい、見えるはかなり怖い表情ね。この存在の正体が気になるんだけど、専門家によると、
過去に電車のトラブルで命を落とした女性の霊の可能性が高いそうだ。ちょっと納得だわ。なんだか、この世を恨んでいるような表情に見えるもの。この写真には、多くの人が合成や加工ではなく本物の心霊写真だろうとコメントしているんだ。ちょっとわかるかも。一方で、電車の化粧品の中吊り広告が映り込んだだけという指摘もあるぜ。どっちが真実なのか気になるわね。この写真について何か感じる方がいたら、ぜひコメントしてほしいぜ。これが最後の写真だ。幼い指定の写真かしら？この写真には、恐ろしい点が2箇所あるんだが、どこかわかるか？あ、わかってしまったわ。写真の向かって右側に、二人のものじゃない足が映っているのと、女の子が抱きかかえてる人形が、女の子を睨みつけてるわね。大正解だ、霊夢。ただ不気味な写真が撮れてしまっただけならいいんだが、この写真には怖すぎる後日談があるんだ。後日談？写真の女の子は、この4年後にこの世を去ってしまったそうだ。え、一体なんで？不慮の事故だったそうだよ。葬儀の時には、この人形も一緒に棺に入れられたんだが、その時はこの人形はもっと愛らしい表情をしていたそうなんだ。不気味すぎるわね。でも、そもそもこの人形はどんなものだったの？なんと、女の子がいつの間にか拾ってきたものらしいんだ。その時からすでに呪われていたのでは？と言われているぜ。人形のこの表情を見ると、納得せざるを得ないわ。写真に映るの幼い子供の足も、人形の呪いに関係したものかもしれないな。女の子の旧姓と、この人形の存在は無関係ではないかもしれない。そう考えると、これは本当に恐ろしい写真なんだ。本当ね、もう一人の子供が、現在も元気であることを願いたいわ。芸能人が遭遇してしまった最強心霊写真9選、パート2。まず1枚目は、これだ。あら、可愛いアイドルさんの写真って感じね。これは、NGT48 の中村あゆかさんだぜ。とても可愛らしい人だが、心霊写真だと一時期話題になったんだぜ。あ、片足が消えちゃってるわね。そうなんだ。左足が完全に消えてしまっているんだぜ。そして、映っている右足も薄くなっているように見えないか？本当だわ。ちょっと不可思議ね。霊的なものの仕業とか、そんな感じなのかしら？この写真については、霊障のせいだとかの話は出ていないな。この手の足が消える系の心霊写真は、ただ足をクロスさせてただけなんてオチも多いんだ。けど、この写真については足をクロスさせているような感じはしない。それに、右足も薄くなっているっていう点で、少し不思議な写真と言えるな。中村あゆかさん自身は今も元気にご活躍中だから、安心してね。じゃあ、2枚目は不気味なやつでいくぜ。これは何？遺灰の写真？今はもう解散してしまったお笑いコンビ、光ゴケの国沢一生さんが撮ったものだ。結論から言うと、親に頼まれて祖父の遺灰の写真を撮ったところ、いないはずの少女が写っていたそうだ。雲という漢字の左横に、女性の顔みたいなのが写ってるわね。なんでこんなことになってしまったの？国沢さんは、霊堂の上にあるアパートに住んでいたことと、霊感持ちの彼女との交際により、自身にも少し霊感がついてしまったらしいんだ。そんなある日、就寝中にお腹のあたりに違和感を感じる。布団をめくると、少女がお腹にしがみついてニターッと笑っていたという。布団から飛び出て確認するも、少女の姿はそこにはなかった。この時点で怖すぎるエピソードね。まだ続きがあるんだぜ。そしてその数日後、母親から電話が来るんだ。祖父の行き回帰のためにお寺にいるが、遺灰を忘れてしまった。戒名を確認してとのことだった。ふむふむ。国沢さんは遺灰の漢字が読めなかったので、写メで遺灰の画像を母に送信した。すると母から予想外の言葉が返ってくる。写真に写ってる女の子誰？遺灰に写ったこの女の子の顔は、あの日お腹にしがみついていた少女と同じ顔をしていたらしい。めちゃくちゃ怖い話、ゾゾッとしたわ。これに関しては、本当の霊現象かもと思ってしまう恐ろしさだよな。その後、彼らに何の害もなければいいんだけど、は。まさかコンビが解散してしまったのは霊の仕業なんじゃ。コメントしにくいことをわざわざぶっこまないでほしいんだぜ。気を取り直して、3枚目の写真だぜ。あら、これは安田美沙子さんの写真よね。その通りだぜ。霊夢は、この写真のどこかに違和感を感じないか？安田さんの向かって左側に、変な手が見えるわね。正解だぜ。しっかり見ると、かなり不可解な一枚よね。そうなんだ。一瞬、チェックの服の男性の手かとも思うが、大きさや角度的にも男性の手ではないのは確実だよな。そうよね、となると、一体誰の手なのかしら？後ろに人が潜んでて、手を出したとも考えられるが。わざわざそんなことする必要ないし、それならその人物の体も写真に写るわよね。そうなんだ。結局、この腕の主は誰だか判明はしていないものの、ガチの心霊写真との指摘が多い一枚なんだ。
これは私も、もしかしたら霊かもって思っちゃうわ。だとしても、この腕からはあまり、嫌な気配、を感じないのが唯一の救いかもな。みんなは、この写真の腕は幽霊のものだと思う？ぜひコメントで意見を教えてね。次の写真を見てみよう。これは、何かの団体さんの写真かしら？イタリアサッカーの強豪チームインテルの写真なんだ。長友選手も在籍していた2015年、ある試合のために中国を訪れた時の一枚だぜ。あ、本当だ。列の後ろの方に長友選手もいるわね。けど、これは全く心霊写真って感じがしないけど。エスカレーター左横のガラスの部分に、何か見えないか？は、真っ白い女性の顔が映ってるわ。正解だぜ霊夢。この写真は、本物の心霊写真ではないかと当時ものすごく話題になったんだ。はたまたカメラのトラブルなのか、誰かのいたずらなのか。今でも真相は闇の中なんだけどな。もしかして、誰かのいたずらなんじゃ？画像加工したとか？残念ながら、これはインテルの日本公式ツイッターが投稿した写真だから、その可能性だけはゼロなんだぜ。ってことは、本物の心霊写真の可能性もあるってことね。そういうことだぜ。この白い顔の正体が気になるわね。何か知っている人がいたら、ぜひ教えてね。じゃあ、5枚目の写真に行くぜ。お、これはエスパー伊藤兄貴のお写真じゃない。そうだが、急にテンション上がってどうした？彼のカバンに入る芸に衝撃を受けたことがあるのよ、それだけ。それもすごいが、今回はこの写真に注目してほしいんだぜ。エスパー伊藤さんの顔半分だけがボワッとしてて、不気味な一枚ね。そうなんだぜ。さらに恐ろしいのが、この写真は心霊スポットでのロケ中に撮られたものだということだな。え、それはやばいわね。しかも、よく見ると黄色いオーラ、みたいなものに覆われている気も。私にもそう見えるぜ。赤いオーラは攻撃性のある危険な霊と言われているんだけど、黄色いオーラってどんな存在なんだろうな。単なる手ぶれとかにも見えなくはないけど、見てて少し不安な気持ちになる写真には、間違いないな。次の写真に行くぜ。これは歌手のみそのさんよね？ああ。某音楽番組で新曲を披露している場面だ。うわぁ、後ろにすごく怖い顔した人が映ってるんだけど。まさに、この左上の顔のせいで、心霊写真騒動になったんだ。ぼやけてるけど、普通じゃない表情をしてるわよね。でもこれ、実はお客さんだった、とかいうオチじゃないの？いや、演者の真後ろにお客さんがいるはずもないし、違うだろう。演奏メンバーにしても、さすがに距離が離れすぎていると思うんだぜ。ってなると霊なのかも、ってことなのね。実際に、霊感のある人はこの写真を見て、みそのさんに霊障があるんじゃないかと心配していたぜ。確かに、口を開けて絶叫してるようにも見えるわ。害のあるような霊ではないと良いわね。7枚目の写真に行こうか。これは、ドラマのワンシーンかしら？ああ、心霊写真としては結構有名な一枚だな。阿部寛さん主演の白い春というドラマでの、最終話のワンシーンだ。遠藤優也さんという金髪の俳優さんの後ろに、何かいるのが見えるよな。あ、本当だわ、青白いおばさんのような顔が見える。生きている人間にしては青白すぎるし、顔の位置からして幽霊なのではと当時話題になったんだ。そうよね、のれんから顔を覗くにしても体が映っていないのはおかしいし、何より正気が感じられなくて不気味よ。そうだよな。これはガチの心霊映像なのではと、放送から10年以上経った今でも語り継がれているんだぜ。これも、真相や裏話を知っている人にコメントを求めたいけど、いるのかしら。もしかしたら、私たちみたいに首から上だけのフォルムなのかもな。白まんじゅうおばさん、考えたら余計怖いわ、やめて。これで、最後から2番目の写真だ。これは、小島よしおさんのセクシーショットね。一部の熱狂的ファンにとってはたまらない写真だと思うんだが、これも心霊写真なんだぜ。普通の楽屋での写真にしか見えないけど、向かって右のあたりを見てみてくれ。じゃあ、荷物の奥に白い顔がこっちを見つめてるわ。それに女の人の顔に見えて不気味。小島よしおさん自身も何気なくブログにアップしたところ、心霊写真だと騒がれてしまったのがこの写真なんだ。小島よしおさんって、他にも心霊写真が撮れていたり、心霊番組にも結構出演してるから、何か心配ね。そうなんだ。もしかしたら、どこかの心霊スポットから連れ帰ってしまった悪霊かもしれないと言われているぜ。そうよね。この顔つきはちょっと嫌な感じがするし、もしくは、過激なファンの生き量のではとも言われているな。その可能性もありそうで怖いわね。小島よしおさんは、一度しっかりお祓いに行った方が良いかもしれないな。私もそう思うわ。次で最後の写真だね。我らが大女優、石原さとみさんね。しかも、貴重なお色気シーンじゃないの。これは、ディアシスターというドラマでのワンシーンなんだ。温泉シーンで歓喜の声が上がるとともに、心霊映像だと話題になったんだ。
みんな石原さんの美ボディに気を取らわれがちだけど、正体不明の手が石原さんに迫っているんだ。なんとも恐ろしい映像だよな。石原さとみさんに触れようとするなんて、なんて羨ま、けしからん悪霊なのよ。これは奇遇だな。当時この心霊映像に気づいた人たちも、なぜか切れる人たちが続出したのぜ。こんな霊、私がぶちのめしてやるわよ。まあまあ落ち着けって。実はこの写真には、怖い後日談が一つあるんだぜ。聞いてやろうじゃないの。これは、実在する熱海の老舗ホテルで撮られたシーンなんだが、実はこの旅館、ドラマの撮影から数ヶ月後に閉館、今では廃墟となってしまっているらしいんだ。なんでそんなことになってしまったの？この幽霊騒動が原因とも、反社会的な勢力の怒りを買ったせいとも言われているが、真相は謎のままなんだぜ。なんだか悲しいわね。石原さとみさんに迫った霊も、今では廃墟でもっと悪霊化しているかもな。まあ、今はぶちのめすのはやめて、寛大な心で許してあげようかしら。ものは言いようだな。現代でも解明できない最強心霊写真9000、パート3。まず1枚目だぜ。何これ？かなり気持ち悪い写真ね。おそらく携帯カメラで撮られた写真なんだが、右側の男性の顔が消失してしまっているんだ。携帯カメラでここまでの心霊写真が撮れてしまうのは、かなり稀なパターンみたいだな。元は楽しげな写真のはずなのに、苦しそうな表情に見えるわね。そうだな。これは、何か悪い霊の仕業だったりするのかしら？写真以外の詳細があまりないから断言はできないけど、その可能性が高そうだな。霊感の強い人曰く、即お祓いに行った方がいいレベルらしい。この男性が、今でも無事だといいのだけど。次の写真を見てみよう。キャー、何この写真、かなり恐ろしいんだけど。これは、心霊写真とは少し違うかもしれない。1分以上見続けると狂ってしまう写真として紹介され、数年前にネットが震撼した画像なんだ。悪魔に取り憑かれた女の子かしら？ちょっとこれは怖すぎて見ていられないわ。一体、どこの誰がこんな画像を作ったのかしら？そういった情報も今では不明なんだ。ある意味、心霊写真よりも恐ろしいかも。とにかく、視聴者のみんなもこの写真を無理して見続けるのはやめてね。この写真について、何か詳細を知っている人がいたらぜひコメントで教えてほしいぜ。3枚目の写真に行くぞ。これは、一目見てどこが心霊部分かすぐにわかったわ。後ろのテレビに子供の顔みたいなのが映ってしまってるわね。正解だぜ霊夢。日付が95年だから、おそらくインスタントカメラで撮られたものだろうな。テレビに人の顔が映ってしまっているが、この時テレビの電源は切れていたそうなんだ。じゃあ、この顔の主は一体誰？専門家によると、この部屋に関係する自爆霊や子供の霊では、ということだ。ちょっと寂しげな表情だし、何かを訴えかけているのかもね。これは、一部では合成を疑う声もあるが、本物の心霊写真だと指摘する声もある。どっちが真実なのか気になるわね。もし本物だった場合、この霊自体からは攻撃的な雰囲気は感じないことだけが救いかもな。次は、平成中期頃の写真かな？JK たちの何気ない写真って感じね。だがこの写真には、ちょっと危険な存在が写っているぜ。すぐにわかっちゃったわ。二人の後ろに、青白い男の子が写ってるわね。これは本物の霊だった場合、かなり危険な存在だと指摘されているぜ。確かに、血の気の引いた顔でこっちを睨んでいるようで恐ろしいわね。しかもこの霊、涙を流しているように見えるんだけど。本当だな、より一層恐ろしいぜ。さらに、背景から察するに駅のホームで撮られた映像みたいなんだよな。すると、この霊は駅に縛られている霊とか、何らかの事故に関係する霊なのかも？その可能性は高いかもな。霊だった場合、この類の霊は危険性が高いと言われているから、もし同じような写真が撮れてしまった場合は注意してね。次で5枚目の写真だな。海水浴を楽しんでいるキッズの写真ね。ってこれもどこが心霊部分かすぐわかったわ。明らかに少年のものではない手が、はっきり写っちゃってるじゃない。凶悪感が鋭いな、霊夢。霊夢の言う通り、誰のものかわからない手が写っているな。けど、後ろに親や兄弟が潜っていて、ただ手を出していただけだ、という指摘もあるみたいだな。けど、この浮き輪は子供用に見えるし、もう一人この中に入るなんて無理じゃない？そうなんだ。その指摘もあり、これは本物の心霊写真だという声も多い。ましてや、水辺で不可思議な写真が撮れた場合は注意が必要なこともあるから、加工だと流してはいけないかもしれない。どういうこと？過去に現地で亡くなった霊なんかが、何かを訴えかけているパターンもあるからだ。そうだった場合はかなり怖いわね。あとは、この少年の無事を祈るばかりね。次の写真は、当時物議を醸した写真なんだぜ。これは、週刊誌か何かに載った写真かしら？そうだぜ。2006年に起きた、
秋田県児童連続犠牲事件に関する報道写真なんだ。被害者となった少年らしき姿が容疑者宅に写っていると大きく話題になった写真なんだ。怖いけど悲しすぎる。これは一体どんな事件だったの？容疑者は自らも子を持つ母親だったんだ。我が子である9歳の長女と近所に住む7歳の少年を手にかけた。自分と娘は警察の捜査ミスによる被害者だと訴えていた容疑者は、結局は嘘がバレて捕まることとなった。何それ、心霊騒動はさておき、ひどすぎる事件ね。そしてその被害者の少年が霊として写ってしまったのではと話題になったのがこの写真なんだ。当時はテレビでも検証の特集が組まれるほどの話題となっていたんだ。もしもこれが少年の霊だとしたら、やっぱり何か訴えかけたいことがあったのかもね。そうかもな。この世界に心残りもあったかもしれない。これは心霊写真家の真偽はともかく、かなり悲しい写真ね。そうだな。リアルタイムでの写真の話題性の大きさを覚えている人なんかがいたら、ぜひコメントしてほしいぜ。7枚目の写真を見てみよう。わ、私が苦手な白黒の写真が来たわ。これはあるオフィスで撮られた写真だそうだ。どこが心霊部分かわかるか？これは、全然わからないわ。右の女性の後ろに、少女が写ってしまっているんだ。ん、あ、本当だわ。椅子と机に隠れるように写っている気が。正解だぜ。これも不気味な写真だよな。写真の主曰く、ここは小さなオフィスで、子供などいたことがないそうだ。じゃあ、この存在の正体は？椅子に座っている女性についている、悪霊らしい。この女性は写真撮影から数日後に、交通事故に遭ってしまったらしいんだ。その前から誰かに見られている、つけられている感じがすると訴えていたらしい。やばいわ、ゾッとした。一方で、これはただ積み上げられた荷物が人型に見えるだけ、という指摘もあるぜ。視聴者のみんなにはどう見えるかしら？ぜひコメントで教えてね。これが最後から2番目の写真だぜ。これは一体どんなシチュエーションの写真なの？ポケベルが全盛期の時代の CM での一幕だ。CM の内容とは無関係な女性が左に佇んでいて、不気味だと噂になった写真だぜ。確かに、ちょっと怖い雰囲気を醸し出してるわね。しかも、この女性は CM のストーリーにも一切関係ないし、一言も触れられていないという。え、何それ？もしかしたら、本当に誰も知らないうちに映ってしまった存在なのかも？それも考えられるという、怖い一枚なんだぜ。生身の人間だとしても、CM にこんな不気味な雰囲気の人物が映るなんて、少し異常だよな。これこそ、放送当時の CM 内容を覚えている人に、ぜひコメントしてほしいわね。これ、個人的にものすごく不気味に感じた写真だから、事実が解明されてほしいんだぜ。これが最後の写真だな。最後は、少しクスッとくる写真だ。これは、ファーストフード店のお姉さんかしら？そうだぜ。そのお姉さんが、かなりヤバめな霊に狙われていると話題になった一枚だ。あ、本当だ、男性の霊っぽいのが写ってるわよね。本来なら心霊写真は恐ろしいもののはずなんだが、男の表情に注目してほしいんだぜ。やだ、かなり笑顔じゃない？てか、めっちゃニヤついてるんだけど。そうなんだ。男性の霊が、綺麗なお姉さんが近づいたことにより嬉しがっていると話題になった写真なんだぜ。なんだか軽蔑するわ。まあ、もし普通の男性が意図せず幽霊になってしまったら、大半はこんな場面に現れてこんな顔してるんじゃね？と私は思ったぜ。確かに、この世を恨んで怖い顔ばかりしてる霊が写真に写るよりはいいかもだわ。この写真の真偽はともかく、私は嫌いじゃない一枚だな。ネット界隈でも、死後の世界も悪くないな、成仏だけが全てじゃないね、などの愉快なコメントが寄せられていたぜ。みんな幽霊になること検討してて草。ということで以上が、意味がわかると怖い昭和、平成の心霊写真45選総集編パート2、だったぜ。どの写真も、今振り返ってみても恐怖感のあるものばかりだったわね。同感だぜ。正直、中には本物の心霊写真なのか怪しいものもあったが、この中にもしも本物の心霊写真が本当に紛れていたとしたら、と思うと背筋がゾクッとしちゃうよな。そうよね、視聴者の皆さん的にはどう感じたか、結構気になるわ。その辺も含めて、ぜひ動画にたくさんコメントを残していってね。あとよかったら、チャンネル登録と高評価ボタンポチッもよろしくだぜ。それじゃあ、今日の動画はここまでだ。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。